ちらに来ていただいて、私が目を見つめて30秒間、このディバインステートのエネルギーを伝授していきます。でこのエネルギーの特徴はですね、永続するということなんです。で一つだけ気をつけていただきたいのは、3週間それが定着するまでの間、他の人にネガティブな感情をぶつけないということだけ気をつけていただければ、もう完全にそれがその人の中に定着して永続していきますので、その前にでも そこまで過敏になることないです。その3週間ね、一度も怒っちゃいけないとかそこまでじゃないですけれども、なるべく感情を人にぶつけずに3週間、それとともに瞑想をしたりですね、深めることでそれが完全に定着していきます。で姉もねでですね、私が連載で書いてきたこと、初めての方もちょっといらっしゃいますので簡単に説明します。私はインドで合計15年修行の生活を送ったんですけれども、それで分かったのは、悟りには4種類ある。純粋意識の悟り、これは普通に悟りと言われたらこのことなんですけれども、これも全ての伝統、仏教だろうがヒンドゥー教だろうが、悟りといったら純粋意識の悟り。どんな悟りかと言いますと、常に今この瞬間にとどまっていて、自分の心がに中心がぶれずに、自分に起きることを距離を持って見ることができるというのが純粋意識の悟りです。で次に私が達したのはハートの悟り。これですね、キリスト教とか神道、チベット仏教で強調されて神との一体だとかって言われるんですけれども、神という言葉が出てきたらハートの悟りです、ね、次は無の悟り。禅ですとかニサルガだったマハラジ、般若心経が書き示しているのは無の悟りだけです。般若心経の中にこの純粋意識の悟りについて全く書いてないです。あれは非権限、権限から非権限に到達するための特別なテクニックであって、それが書き示しているのが無の悟りですね。どんな悟りかと言いますと、今ここ以前にまで深くいくんですね。その意識の芽生える地点よりもっと深く入っていくので、完全に無思考になって全くブレがなくなるんですね。で最後はディバインステート。これは私も悟りについて本を英語で3000冊ぐらい持ってるんですけれども、たった1冊の本だけにこれが書いてありました。シュリ・オーロビンドさんっていうね、インドの哲学者の書いた本にこのディバインステートが分析されてました。で最近ですね、ケン・ウィルバーさんの本をいろいろ読むことがあって、ケン・ウィルバーさんもディバインステートに書いてます。それはスーパーマインド、クリアナイトという形で事細かにケン・ウィルバーさんの本で描写されています。で無の悟りはオーバーマインド、ハートの悟りメタマインド、純粋意識の悟りがパラマインドっていう形で、これもうすぐ日本語でも出てきますので、これらの悟りにちょっとすごい難解ですけれども、日本語でもこの4つの、ケン・ウィルバーさんの分析も4つなんですね。4つの悟りについて事細かな本がどんどんこれから出版されていきます。で伝授はですね、目から伝授する方って世界にほんのわずか数人しかいないんですけれども、なんでじゃあ目からと説明しますと、ディバインステートだけが目から伝達できるんですね。これより下の悟り、無の悟りとかハートの悟り、ビジネス意識の悟りは目から伝達できないです。本当数人ですね、ディバインステートを目から伝授することができる人が、今私が知ってる方が数人だけいます。だいたい1時間半ぐらいで一人一人の方に伝授して、でそれが終わって10分間ぐらい休憩してですね、それから質疑応答の時間で、
で、この3時間ですね、皆さんが待ってる間もいろんな方法で一人一人の方に、一番後ろに座ってる方にも3時間ずっと伝授していきますので、伝授を一人一人やってる時、待ってる時もできる限り瞑想的な状態で座っていてください。そうすれば私のエネルギーがどんどん到達できますので、で最後10分間皆さんと一緒に瞑想して、瞑想を通して伝授していきます。でこの10分間はですね、皆さんが書いていただいたアンケートを読むと、この10分間すごくなんかいろんな体験が起きたり、分かりやすいんですね。というのは、最後の10分間に私がハートの悟りのエネルギーとともに、ディバインセットのエネルギー、ハートの悟りだとのエネルギーは分かりやすいんですよ。呼吸がすぐ深くなるし、ハートが広がるし、いろんな体験が起きやすいんですね。でそれを伝授する時間を10分間みんなで一緒に瞑想して、私は歩き回ってですね、端の方、一番後ろの方にも完全にエネルギーが浸透するようにちょっと歩き回ってます、ね、それで今日のプログラムは終わりになります。